なおコーナー215歩道橋まこと突撃コング橋まこと215歩道グランナニワ道のプロレスグランナニワ中コーナー195歩道丸藤直道リングの彗星丸藤直道紙テープが飛びます菊池剛火の玉小僧菊池剛30分一本勝負で行われますレフェリーは山本です。画面の手前左側赤のコスチュームいつもは青のシングルショルダーのタイツを着用しています橋誠今日は突撃バージョン真っ赤なレスリングタイツに身を包んでおります。こちらがグランナニワです。道のくプロレスから参戦去年の6月にこの全日のマットに上がりました。しかし全日の東京ドーム大会はこれが初めてです。カニ歩きというカニ殺法を持っていますこのグランナニワ。東京ドームのお客さんにアピールすることができるでしょうか。両者ともにコーナーの方に下がります。さあ先発はどちらになるんでしょうか。赤コーナーはどうやら菊池そして青コーナーはグランナニワが下がりました。悪役紹介でよく着用しています。男前のこのタイツを着用しての東京ドーム大会まずは握手を求めます。拍手が起こります。今日はこの東京ドームの広さに負けないくらいリングを大きく使いたいんだそう話していたのは菊池剛です。まずはショルダータックル突撃コングが行きます。首投げからここは返すスクッと立ち上がります。エルボーモンゴリアンチョップで応酬します。橋誠ヘッドバット効きません。おっといきなりリング下に落としました。さあ菊池がこの橋を追っていきます。リング下おっとパンチだナックルパート。おっリングアナウンサーの南波さんに向かって何かアピールをしています。おっ引きずり込んだ引きずり込んだマイクが持ったままだ。どうするんだ。おっと東京ドームのお客さんにこのヘッドバットの音を聞かせました。リングを大きく使いたいと言っていましたがこういうアピールの仕方もあるんでしょうか菊池、まあ、それにしても菊池のこの2度目のドームという経験が勝ったこの今のヘッドバット橋はもちろん初めてです。去年の3月25日対金丸義信戦でデビューをしましたこの橋誠現在21歳です。おっと両コーナーともに相手にタッチおっといきなりドロップキックグランナニワに対して先制攻撃を仕掛けていきます。丸藤直道画面の右おーっとタイガーのスピーズリーうっさーっと腰を振る腰を振るアピールをする丸藤ちょっと脳震盪を起こしたか叩きつけます。さあカニ歩きだこれです。このままにさせていいのか丸藤丸藤どうする丸藤どうするおーっとドロップキックリング下転落おさらに来るか来るかトップロープフェイントを見せます。人差し指を2本立てて見せました丸藤。おっと何輪は通路の方を歩いていくグラン何輪は通路の方を歩いていくがどうするのか一旦間合いを取るようです。このグラン何輪東京ドームは他の団体を含めるとこれが3回目。しかし全日のマットのこの東京ドーム大会は初めてです。去年の6月5日の札幌大会でスペルデルフィンと共に参戦してきました。ジャイアント馬場さんからはカニ君と呼ばれて愛されていましたこのグランナニワ現在22歳、177センチ、98キロ。対する丸藤直道は19歳です。180センチ、83キロ。高校時代にはレスリングの経験があります。インターハイに出場したという経歴を持ちますこの丸藤直道デビューまだ8ヶ月です。98年の8月28日に愛知大会でデビューをしましたこの丸藤。
その後もう2ヶ月余り、10月31日のジャイアントシリーズ最終戦ではジャイアント馬場と組んでこの肩越しからのミサイルキックを見せるという新人離れの活躍を見せています丸藤直道です。おっと、青コーナーの方はすぐにタッチをしました。なにわから再び橋です。この橋と丸藤というのはシングルマッチで4度ほど対戦しています。いや、4度ほど引き分けています。先輩のこの橋を引き分けにまで持ち込んでいるという丸藤。その丸藤から再び菊池にタッチをしました。ドームのこのリングを大きく使っていきたいと語っていた菊池ですが、エルボーを見舞っていきます。立ち上がるのを待っています。またエルボー、さあ返した、2発目、逆にエルボーを返しますが倒れません。さあ菊池の体がぐらついた。おっと、橋が先に倒れました。ちょっと苦しそうな表情を見せます橋誠。広島県の福山市出身の橋誠、180センチ91キロ、しかしその体重は徐々に増えています。さあ持ち上げることできる、返していった橋、リングの中央です。今年の東京ドームは外野席も一部開放しています。四方八方からこの声援がリングの中央に向かってかけられています。5分を経過しています。さあグランナニワが入った、再び谷歩きに行くぞ、セカンドロープに乗っかった。さあ菊池を嘲笑うかのような谷歩き、おっとバランスを崩している。さあどうなる、再びバランスを戻した、取った自爆、バランスを崩してしまったこのグランナニワ、自分のこの谷歩き、いわゆる谷殺法、これを存分に見せたい、そう語っていたグランナニワですが、自爆してしまったことはありません。さあ逆に右の腕、紙バサミができないように狙われている、あれこれ菊池です。あっと、このカニの爪を折るかのような菊池、無謀にもぐーっと力を入れていきます。ピースサインを、あっと丸藤が飛んだ。あー、このカニバサミ、右のこのカニのハサミを攻めなくしようという菊池、その腕を持って赤コーナー丸藤にタッチをしました。丸藤トップロープから腹を切っていく、右の腕を痛めつけていきます丸藤直道。今度はひねって後ろを取る、コーナー、そしてトップロープにかけた、ぐーっとこの力をかけていきます。丸藤の83キロの体重、右の腕にかかります。再びマスクを取ってリング中央、ナックオットちょんとついていきました。おっと、もう一度、これは丸藤、おっと、そして再びついていくナックルパート、ぐりぐりぐりっとこの丸藤の目の、あ、そして低空のドロップキック、規制を上げますグランナには。あ、丸藤のこの目の左のあたりが赤く充血しています。相当ダメージがあったようです。さあ後頭部にパンチ、そして橋誠、丸藤を振ってトップ、ロープを使って飛び越えた、どうする、ヘッドバット落とした、さらに1回転させて、何を待ちます。さあ何はセカンドロープを使う、さあカニ歩き、得意のカニ殺法、ついに決めることができるか、3度目にして決めるか、カニが飛んだ、カバーに入る、2カウントで返しました。いやー、しかしこのカニ殺法をバカにしてやりたいとまで語っていた丸藤ですが、そのカニ殺法を食ってしまいました。丸藤としてはこのカニを食わなくてはいけません。コーナーから、お、逆に阿部でいった、そして菊池にタッチ、菊池が入ります。菊池丸藤組対グランナには橋誠組の30分一本勝負。さあこのまま起き上がり拳式3連発、まだ行くか、いや、カバーに入った、
2カウントで返しています。初めて迎える東京ドーム大会、橋誠、そして丸藤直道。さあダブルでいく、まず菊池、そして1回転、丸藤が突っ込む、もう一度菊池が行くぞ、おっとゼロ戦キック、まだ行く、飛び越えて、おっとすごいキックを見せました、突き刺さった。そして菊池が何を捉えた、何輪が突っ込む、カニの頭が突っ込む、そして丸藤呼んだ、バックを取っています。さあどうする、このままいった、熱い胸板、鍛えた胸板、しかしその下鍛えられないストバックのあたり、杖で返しています。菊池丸藤のコンビネーションが冴えます。東京ドーム大会、首投げから菊池コーナーについた。さあ起き上がるのを待っているのか、橋誠起き上がった、1回転するのキック、前転からのドロップキックを見せました菊池、2で返しています。さあ再びバックを取るか、立ち上げます、そして丸藤にタッチ、10分を狙います。10分経過しています。菊池丸藤対グランドには橋誠の30分一本勝負。さあボディースライム、そしてロープを使って、おーっとボディーブレス、何はカットします。ちらっと菊池の方を見ました丸藤。さあ橋をの後頭部を持って菊池を呼んだ、菊池が入ります。先ほどは得意のゼロ戦キックを見せました菊池剛。さあフラットしている橋、この橋に対して菊池が走る、おっとハイキックでカット、欧州、そしてモンゴリアンチョップ、さらにセカンドロープに登ってミサイルキック、あー丸藤、橋も疲れている、手を伸ばす、何輪にタッチしました、何輪突っ込む、ラリアット、丸藤は、ラリアット倒した、見栄を切ります。さあ谷は谷殺法を見せるか、逆に振られた、突っ込むエルボー、さらにトップコーナーに座らせた、菊池何をするか、エルボーでカット、逆に菊池に対していく、流れ式のフランキンスタイナー、トップロープに座っている、その菊池に対して投げた、2だ、2カウント、いや際どいタイミング、橋が丸藤のところに行きます。そして試合の権利があるのはこのグランナニアと菊池、こっちんこしない、おっとドロップキック、素晴らしいコンビネーションを見せました菊池と丸藤、丸藤にタッチ、あダメージを受けている橋はこのリング下押しています、コーナーに振った丸藤が走る、さあそしてコーナーに登る、何はまだ寝たまま、起き上がるのを待っています。さあ丸藤トップコーナーからダイビングボディープレス、カバーに入った、さあどうだ、2カウントで返しました何は。まだ得意のカニ殺法3度しか見せていませんが、丸藤はもうやってやるぞというアクションを見せました。東京ドームスペシャルの空中殺法を見せるのか、丸藤直道トップコーナーに登った、さあ丸藤が飛んだ、カット、橋がカット、この柔らかいこの体を東京ドームのお客さんにアピールしました。あっと逆に挟んで、そして足が入る、ヘッドバット、モンゴリアンチョップ、コーナーに振って、おっとニールキックからフェイスクラッシャー、2で返しています。
それにしてもこの丸藤が東京ドームスペシャルを見せますよと語っていたのがあのトップコーナーからの爆注でした。さあここでコーナーに座らせた、どうする、おっとストマックを打ったのは丸藤、カバーに入る、決めるか、突撃コング決められない。両の腕にエメラルドグリーンのバンダナを巻いてこの丸藤、さあボディースラムで投げた橋、橋は何を見せるか、トップコーナーからヘッドバット回るぞ、ダイビングヘッドバット決まった、カバーに入る、菊池がカット、思うようにはさせません。やはりキャリアの差がありますこの菊池剛、かつて世界ジュニアヘビー級のベルトを巻いたこともあります。その菊池が丸藤を助けました。ローリングスポット一回転して菊池へタッチ、おっとラリアットはカットします。モンゴリアンチョップ得意のモンゴリアンチョップ、そしてまたコーナーに登ります、それはさせない、おっとエルボー、菊池が登る、菊池どうする、サードロー、うん、トップローブに足をかけている菊池、このまま投げ捨てた、そして菊池が起き上がるところは、あーっと何が読んでいた読んでいた読んでいた、ドロップキック橋、うん、橋、そして丸藤も入る、あー丸藤が何は、そして橋に、あーこの間に菊池がちょっと転落、バランスを崩した、あーリーエンド丸藤がやられています。そしてダブルスコブかわした、バックを取ってジャーマンスープレックス、ホールドホールド、あーっとカウント2、場外では丸藤とグランナニワ、今日はカニ歩き3回しかしていませんグランナニワ、さあその間にリング上、さあ菊池がこのまま二の玉ボム決めるか、カウント1、2、3、カウント3、最後は菊池9.5差、二の玉ボム橋誠を下しました。東京ドーム大会の第1試合にふさわしい好カード、菊池丸藤組の勝利を収めました。菊池のゼロゾーンキック、そして火の玉ボム、さらにはこの丸藤のスペシャル技、トップコーナーからの空中殺法、一度プロレスのグランダニワの上を行くようなこの空中殺法を見せました。谷歩きを食らいましたが、しかし15分25秒、エビ固め菊池が勝利を収めています。その菊池、あーっと初めてのドーム大会の橋に握手、なにわも握手、菊池丸藤組が勝利を収めております。